横須賀増収補給所誘導武器課入間田浩太です。誘導武器課では船のミサイルなどを整備を行うためにその部品調達などを行っております。例えば船などからこの物品が今足りてないので欲しいと言われたときに迅速に対応して達成できたときはものすごいやりがいを感じます。現在日本では非常に国防の面でも海上自衛隊が重要な組織であると感じており、その中で自分がミサイルの調達や整備などに関わることによって国防が強化されていくことは非常に自分も携わっていて誇りに思います。現在担当艦を一隻持っているんですけども、今後経験を積んでいくにあたって2隻など複数の船を持つ可能性もあるので、そういったことにも対応できるように日々知識の収集などに努めて理解を深めていきたいなと感じています。海上自衛隊では入装すると非常にフレンドリーな方も多く、実際に何かわからないことがあればどんどん聞いてみて、それで知識を深めればいいと思うので、やりがいがある職場だと思います。私としてはお勧めしたいなと思います。